スノーマン・渡辺翔太、菊池風磨の唯一無二の相棒役で、嘘婚出演、風間との共演はとても心強いです。セクシーゾーン・菊池風磨が主演、長浜ねるがヒロインを務める7月スタートのドラマ、嘘婚、毎週火曜夜11時から11時30分、フジテレビ系に、スノーマン・渡辺翔太が出演する。 渡辺は、菊池演じる匠の良き理解者で、仕事だけでなくプライベートでも仲の良いガーデンデザイナーを演じる。また、渡辺が地上波連続ドラマにレギュラー出演するのは、簡単なお仕事です。に応募してみた2019年、日本テレビ以来4年ぶり。富士テレビ系連続ドラマのレギュラー出演は初となる。 幼馴染みの二人が利害の一致で、嘘の結婚生活原作は、ジナキウイ氏による同名漫画。本作は、主人公が本当の愛を叶えるため、不器用ながらひたむきに奮闘する姿を描いた、嘘から始まるラブコメディ。女性にモテまくるド S スの設計事務所社長の主人公、科目賞、夏目拓菊池。 と、お人よしがゆえに家と職を同時に失った派遣社員千道八重、千道八重長浜。